お金と時間の学校の寮です。今日は無能な人の暴落時の対処法参戦という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけども、気になる方は覗いてみてください。今回紹介する対処法をやってしまっている人は投資成果をつかみ続けることができません。なぜなら金融業界にいる時から今までたくさんの投資家の人たちと接点を持ってきましたが、投資がうまくいっていない人、投資は続けてるんだけど成果がいまいちな人、こういった人たちは共通してこの動画で解説することをやってしまう人がものすごく多いんですね。ですので、もし今動画を見てくれているあなたがついに調整局面なの、さらに下落して暴落なの、こんな時はどうやって対応していったらいいの、こんな風に思っているのであれば、今日解説する方法は絶対にやってほしくありません。この最悪な対処法をやってしまうと、あなたの大事なお金が減ってしまう、あなたの大事なお金を増やすチャンスを逃してしまう、こんなことになってしまって、せっかくの投資があなたの足を引っ引っ張ってしまいかねません。ですが、今回解説する方法を知り、その方法を避けてもらえれば、それだけで残念な結果に終わってしまう悲惨な可能性をぐっと引き下げることができます。また、この残念な対処法ではなく、具体的にどのように対処していったらいいのかまでしっかり解説していきますので、暴落時のピンチをチャンスに変えたい、暴落局面でも冷静に投資を続けて投資成果をしっかり得たいという気持ちのある人は、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。無能な人の暴落時の対処法その1は、狼狽売りです。これだけは絶対にやめてください。これだけやらなければどうにかなります。それぐらいやっちゃダメなことです。この狼狽売りとは、株価が急落する様子を見て株式を慌てて売却してしまうことです。投資の基本は安く買って高く売ることですが、この狼狽売りは投資の基本の逆である、買った値段よりも安い値段で売ってしまっているわけなので、まさに最悪な状態です。もちろん損切りが必要なタイミングは状況によってはありますが、慌てたり焦ったり不安に駆られたりして、そんなネガティブな気持ちを感じたくなくて、その場から逃げ出したくて売ってしまう。これは簡単ですが、これをずっと繰り返していたらいつまでも投資成果を得られませんので、これだけはお願いなのでやめてください。いや、そんなことわかってるし、それは気をつけてるから大丈夫だよと思っている人もいるかもしれませんが、そう思っている人にも改めて伝えさせてください。狼狽売りをしてしまうほとんどの人も、下落局面で投げ売りはしてはいけないということを知ってはいるのにできないんです。このジレンマにやられてしまっているんですね。知っているということとやれるかどうかは全くの別物なんです。狼狽売りはダメだと分かっていても、相場の下落がピークの水準から 10%、20%、30% と下落していくにつれて、最初は大丈夫大丈夫と思っていたのが、やっぱりまずいかも、売った方がいいのかなと不安な気持ちが大きくなってしまいます。そしてそのネガティブな気持ちが大きくなって、狼狽売りはしちゃいけないのは分かっているのに、その恐怖に負けて売ってしまうわけですね。そしてそういった感情というのは、皆さんがサイボーグのように人の心を失っていない限り完全にゼロにすることはできません。ですので、もちろん私も含めて投資をしている人全員がこの狼狽売りをしてしまう可能性があるということです。実際の直近の暴落であったコロナショックを経験して暴落を乗り越えられた人も多いかもしれません。また経験はしていなくても、暴落ってこんな感じなのねと暴落がどんなものかイメージがついた人も多いと思います。ですが、コロナショックの暴落パターンは過去の歴史から見れば珍しい暴落のパターンです。大
報道の株価指数である S&P500 で見れば、コロナショックはピークから約 30% 減少しました。ここの部分ですね。そしてそのピークからそこまで下落したこの期間はですね、約1ヶ月になります。そしてその下落のところから元の水準に戻るまで、だいたいこのあたりですね、このあたりまで戻るのに約半年で戻っているんですね。ですが過去の実績から見れば、1987年のブラックマンデー、2000年の IT バブルショック、2008年のリーマンショック、これらの過去の暴落はピークから底値をつけるまでに時間がかかったり、暴落の水準に戻る前に長い時間を要しています。1987年のブラックマンデーでは底値に下がるまでに約4ヶ月かかり、そして暴落前の水準に戻るのに約2年かかりました。2000年の IT バブルショックでは底値までに約2年半かかって下がっていって、暴落前の水準に戻るのに約7年かかりました。そして2008年のリーマンショックでは底値に下がるまでに約1年半かかり、そして暴落前の水準に戻るのに約5年半かかりました。このように相場が下落し始めてから元の水準までに5年7年かかる。そしてこれから先もしかしたら暴落からの回復に10年かかるような事態が起こるかもしれません。そんな状況になってしまうかもしれないと思い始めると、誰もが不安な気持ちになってしまいますよね。私もそうなったら不安に駆られる自信はあります。ましてや人間は損が嫌いな生き物なので、分かっていても狼狽売りをしてしまう人が後を絶たないわけです。じゃあこの狼狽売りはどうしようもないのか、避けられないのかというと、そんなことはありませんので安心してください。今回は誰でもできる簡単な方法を2つ紹介します。1つは長期投資のみに集中するということです。長期投資であれば投資期間は10年、20年、30年と長くなります。そうすれば先ほど説明した暴落が起こっても回復するまで待つことができます。そうすれば暴落は恐るるに足らずですよね。持っているだけで元に戻り、さらに値上がりしていくわけですから、不安に駆られる必要がそもそもありません。そしてあなたがそのスタンスであり続けられるように、このフェンシングの剣先のように長期投資に一極集中すればいいだけです。ものすごく簡単で誰にでもできることですよね。いやけど年齢的に長期投資はちょっとなという人でも、直近のこの動画でも解説しましたが、確かに自分の年齢という制限はあるかもしれません。ですが自分の大事なお金が子供やパートナーまで引き継いでいくと考えれば、誰しも投資期間を長く取ることができますよね。そうすれば長期投資に集中して狼狽売りをしたくなる不安を排除することができるわけです。これだけのことなのでとても簡単です。そして狼狽売りを避ける2つ目の方法は追加投資をすることです。それができないから困ってるんだよとツッコミが入りそうですが、ここは発想の転換です。不安や恐怖を感じなくする方法を狼狽売りという逃げるやり方で解消するのではなく、追加投資をするというさらに突き進む方法で不安を解消するアプローチをしていきます。押してダメなら引いてみるの逆バージョンですね。引いてダメなら押してみる戦法です。暴落から引いて狼狽売りをしたら、不安や恐怖から逃げ出せたとしても損が確定してハッピーな気持ちにはなれません。ですが下落局面で引くことなくさらに押すという追加投資をすることができれば、暴落の不安を解消することができます。暴落から早いタイミングで持ち直して、さらに暴落からの回復時の投資利益を大きくすることができます。これはどういうことかというと、ものすごく簡単で長期分散積み立ての基本の考え方にあるドルコスト平均法の考え方と同じです。ドルコスト平均法というのは、このようにね、価格が上がり下がりがあった時に、その時にね、決まった金額を毎回毎回投資しておくことで、金額が下がった時にね、たくさん買えるようになるので、
平均のね、購入単価、平均の金額が、まあ、下がっていくよという形。これがドルコスト平均法の考え方ですね。ですので、毎月定額で投資をすることで、相場が下がった時にはたくさん買えて、相場が上がった時は少なく買うわけですから、購入単価の平均値が下がり、トータルの値上がり益が大きくなるということですね。これと同じで、暴落時に追加投資をすることで、価格が安いタイミングで買うことができれば、価格の平均購入単価が引き下がるので、回復してさらに伸びた後に利益を大きくできるということです。例えば上場会社 A 社の株を2000円で100株、20万円分買った後に 30% の下落が来たとすると、株価は1400円になり、含み損はマイナス6万円にもなります。ですがこの下落のタイミングで上場会社 A 社の値下がりした1400円の株を追加で100株買うことができれば購入単価は2000円と1400円の100株ずつになり1700円が平均購入単価になります。これは難品買いと呼ばれるやり方ですね。その株を2000円で買った後にその後にね1400円までじりじりと下がってきた時にこの1400円のこの下がったタイミングでも買うことができれば同じ株数を買っていれば平均購入単価は1700円になります。そしてその後にもし仮にね株価が戻ってきて1700円までなったとすると2000円のままであればねまだマイナス300円なんですが1400円でも買って平均単価を1700円にしていればこの時点でもうすでにプラスマイナスゼロになっているわけですね。そしてさらにもしねその後値上がりをしていって2400円まで上がったとすれば2000円で買った時の株価のままであれば400円の値上がり益にしかなりませんが下がったタイミングで買っていて平均購入単価を引き下げていればこのように利益金額が700円に増えるわけですね。このように平均購入単価が下がれば損をしちゃうという不安な気持ちが和らいでそして相場の回復時により大きな利益を得ることができる。まさに一石二鳥であり不安を解消してくれるより効果的な方法なんですね。ですのでやらない理由がありません。ただこの下落局面で追加投資をすることは値上がりが今後期待できる投資先に限り有効ですのでその判断軸は過去の動画で解説しているので参考にしてみてください。ですので長期投資に集中し続けてそして暴落時は追加投資をしていくこの方法で不安に駆られるようなことなく狼狽売りは絶対に避けてください。では次無能な人の暴落時の対処法その2は過度な情報収集です。相場が暴落して自分の投資で大きな含み損を抱えてああどうしようと感じた不安を少しでも安心させるために今のこの状況は大丈夫なの？いつ暴落から回復するの？周りの人たちは一体どうしてるの？と言って情報収集をいつも以上に頑張りがちです。ですがこの情報収集が残念な投資判断を助長させてしまいます。なぜなら暴落時に飛び交う情報はネガティブな情報ばかりですのであなたの不安を安心させてくれるものはありません。全くないとは言いませんがあなたを安心させてくれる情報よりもあなたの不安を増幅させる情報の方が圧倒的に多いはずです。2022年年初の下落相場でも不安を煽る記事の方が多かったですよね。まだもう一段下落するとかコロナバブル後の急騰株が暴落したとか暗号通貨は大暴落するとかこんな情報が探せばいくらでも出てきます。ですので暴落時や下落局面の時に情報収集をしてもあまり意味がないんです。それよりもあなたの不安がより大きくなって頭が悪くなって自分自身の投資判断が鈍りますので不安を煽るようなゴシップ記事のような情報に振り回される必要は一切ありません。いいことがほとんどなくデメリットばかりですので注意してください。ただもちろん全ての情報が無駄とは言いませんしある程度の情報収集ももちろん大事ですので一切情報収集をしないことはそれはそれで NG です。ですので
過度になりすぎない程度の情報収集も大事であり、そのための有効手段は2つです。1つは受動的な情報から距離を置くということです。これはつい見てしまうテレビのニュースやスマホのニュース、こういった見ているのではなく実質的には見させられている情報は避けてください。テレビを見ない、ニュースアプリを削除する、もしくは通知をオフにする、これだけでもかなり不安は軽減されます。そして2つ目の方法は情報の取得先を限定するということです。要はいろいろ見ないようにしましょうということですね。あれこれ情報収集しようとするとキリがありませんので、情報の入手先を限定してください。ちなみに私は経済や金融についての日頃の情報収集はブルームバーグとロイターが多いですね。もちろんこの2つがおすすめというわけではありませんが、情報を制限するために情報の入手先を絞っておこうよということです。ですので無意識に見させられる情報とは距離を置き、自分で情報の入手先を限定することで過度な情報収集で不安が増長されないようにしましょう。では最後の解説の前に2つお知らせです。 YouTube では伝えきれないお金についての限定動画やコンテンツを LINE のお友達登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしがしたいという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、無能な人の暴落時の対処法その3は積極投資です。暴落時に積極投資は避けてください。いやいや、今さっき暴落時には追加投資って言ったばかりでしょ、早速矛盾しちゃってるよと思われたかもしれませんが、決して間違えているわけではありません。これはどんな時にも程度の問題はあるから、積極投資のしすぎには注意ということです。先ほど確かに暴落時には追加投資と言いましたが、よっしゃ暴落だ、絶好の投資チャンスと欲望を前面に出して積極投資をするのは避けてください。暴落の底がどこなのかは暴落が終わってみないとわからないですので、暴落したと思って積極投資をした後にさらに相場を下げてしまうかもしれません。また先ほども解説したように、下がった後に回復するまで IT バブルの時のように戻るのに時間がかかるかもしれません。それにもかかわらず手元の現預金を一気に突っ込んでしまったり、生活防衛資金のような万が一の貯金にまで手を出して投資をすることは厳禁です。今までにはない暴落パターンになることもありますし、先がどうなるのかはわからない以上、決して無理な積極投資はしてはいけないということです。また相場が暴落して投資環境が厳しいということは、少なからず経済も不安定ということですから、自分の仕事に影響が出るかもしれません。ボーナスカットや残業削減による給料の減少、また働きたくても働けないという状況になるかもしれませんので、そういった万が一の状況にも備えておくべきです。またあなたが絶好の投資チャンスと思っても、それはただの勝手な予想に過ぎませんし、先を予測することは決して誰にもできませんので、ここぞとばかりに行き過ぎた積極投資をすることは避けてくださいね。そしてそうならないための対処方法は2つあって、1つは部分的な積極投資です。暴落時に投資をするときは、さらにもう半分下落してもいいと思える金額の範囲内で部分的に積極投資をしてください。あとは事前に手元現金の何パーセントを暴落時に投資に回しておくのかを決めておくと、機械的に判断できて欲望をコントロールしやすいです。 5% 下がったら何パーセント投資するとか、 10% 下がったら何パー投資する、 20% 下がったら何パーセント投資する、こうやって段階的に決めた金額を買っていくやり方もあります。そして2つ目は積立投資の増額です。これは暴落が来たと思っても一気に投資をするのではなく、毎月積み増せる金額の範囲内で投資をしていく方法です。これなら無理な投資をしにくくなりますし、さらに下落するようなことがあったとしても無理なく積極投資を続けていく
くことができます。ですので部分的な積極投資、積立投資の増額、この2つのやり方で欲深く投資をして深追いして痛手を受けることなく、どうなったとしても大丈夫な状態を維持しながら投資リターンをしっかり上げていきましょう。今回紹介した無能な人の暴落時の対処法を避けて、今回紹介した正しい対処法を実践してもらえれば、残念な結果を排除してより良い結果をつかみ取れるようになりますので、実際に暴落が起こった時に実践できるようにしておいてください。では最後に大事な知識や記憶に定着するようにおさらいしていきます。無能な人の暴落時の対処法を3選という内容でやってきました。1つ目は狼狽売りです。不安に駆られて投げ打ってしまうことは絶対に避けてください。何一つとしていいことはありませんので、絶対にやめましょう。そしてその狼狽売りを回避する方法は2つあって、1つは長期投資のみに集中すること。長期投資であれば相場の暴落は待てるので悩みの種ではなくなります。2つ目の方法は追加投資をすることです。暴落時に効果的に追加投資をして、平均購入単価を引き下げて安心しましょう。無能な人の暴落時の対処法その2は過度な情報収集です。暴落時の情報はネガティブに溢れているので、不安や焦りを大きくするだけですので、受動的な情報からは距離を置く、情報の取得方法を限定する、この2つの方法で無駄な情報は排除していきましょう。そして最後、無能な人の暴落時の対処法3つ目は積極投資です。追加投資は有効ですが、先が読めない以上程度をコントロールしないといずれ痛い目を見ますので、部分的な積極投資、積立投資の増額、この2つを意識して適度な積極投資で暴落のチャンスを掴んでいきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適。概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。